はいこんにちは今日は合成ゴムということでやっていきましょうまずはこちらをご覧ください合成ゴムといえばやはり皆さんこちらタイヤですよねさあところでこのタイヤ合成ゴムとは言ったもののちょっと定義を確認しておきましょうこちらです合成ゴムというのは自演化合物のうちイソプレンに似た構造を持つ単量体を付加重合させたものなんですね ここで気になるのが「自塩化合物」というものなんですがちょっとこのイソプレンを思い出してみましょうこちらイソプレンはこれです皆さんこれ覚えてますか見てください二重結合が2つありますよねこういうのを自塩化合物と言います「自」っていうのは2の意味ですね円っていうのはこちら二重結合の意味だと思ってくださいさあこんな自塩化合物のうちイソプレンに似た構造を持つ単量体と書いてありますね これがイソプレンなんですが、実は合成ゴムはある一部分が変わります。見ててください、こちらです。変わりましたね。そう、ただ単にここにあったメチル基を何かの別のものに置き換えたもの、こいつを負荷重合させると合成ゴムが出来上がるんですね。さあ、今日はこの合成ゴムにどんなものがあるのかしっかりと見ていきましょう。 さあ、不荷重合と合成ゴムということでやっていきましょうこちらですまずはこのものを用意します13ブータージェンで書いてありますね実はこれは、そう、先ほどやったイソプレン、そのメチル基のメチル基部分を H に変えただけですこれが13ブータージェンと言いますまずこれを覚えておきましょう1カンマ3というのは 一二三四と炭素に番号をつけたら。一番目と三番目から二重結合が出てますよということで。一三部大臣と名付けられています。さあ、こいつに対して、今からこんな操作します。不可十五です。すると、こうなりますよね。見てください。そう。次元化合物でしたから、二重結合がお手手に使われるもの。そして、真ん中に映るものがありまして。こんなもんできますね。 実はこちらのお名前がこれです。豚耳ゴムと言います。略語では B R と書かれます。この R はラバーという意味で使われているわけですね。よろしいでしょうか。まとめときましょう。さあ合成ゴムといえばまずはしっかりとこの豚耳ゴムが分かることが大事となります。これ必ず覚えてください。ではこれの例としてもう一個見てみましょう。こちらです。今度は クロロプレンと呼ばれるものを用意しますさあ思い出してくださいイソプレンのメチル基部分が今度は塩素に変わりましたねこいつをクロロプレンと言いますさあもうこいつに対してもちろん負荷重合するとこのようになりますね見てくださいポリイソプレンのメチル基だったものがシエルに変わっただけになりますよねこいつのお名前がこれクロロプレンゴムと言います 略語は CR ですねよろしいでしょうかさあこうやって単量体が1個からだけで不荷重合だけでなるゴムもあるんですねしっかりと合成ゴムの例として覚えておきましょうさあ強重合と合成ゴムということで見ていきましょうこちらです今回は M 個のフチレンと N 個のイチサンプダジンを用意しました さあ今からこいつらを負荷重合させるんですが単量体が2種類以上いるときは強重合と言いましたよねこいつですよさあこいつら強重合しますとこんなものが出来上がります見てくださいスチレンのユニットとイチサンブタジレのユニットが負荷重合してますよねつまり2種類以上ですから強重合なんですがこちらのお名前がこれです スチレンブタジエンゴムと言いますそのままですね略号は SBR となりますよろしいでしょうかさあこうやって合成ゴムは負荷重合だけではなく強重合によってもいろんなものが得られるとわかりますねでは他の例も見てみましょうこちら今度はアクリロニトリルと一チサンブタジエンですねさあどうなるかこいつらを強重合しますとこちら 見てください。今度はこちらアクリロニトリルのユニットと一酸ブタジェンのユニットですね。こいつらが共重合していますね。お名前はこちらアクリロニトリルブタジェンゴムと言います。略語は NBR です。よろしいでしょうか。さあこうやって一酸ブタジェンに対して他の単量体を共重合することによってこうやっていろんな合成ゴムが得られます。 さまざまな性質を持ったゴムがあるんですが今回はとにかく今やったスチレンブタジエンゴムとアクリ,ルアクリロニトリルブタジエンゴムですねこいつらをセットで覚えておきましょうさあ練習やっていきましょうこちらです次の構造式のうちブタジエンゴムスチレンブタジエンゴムを表すものをそれぞれ選べということですね一個一個確認していきましょう まずはアです。こちらは一三ブタジエンの負荷重合によって得られるゴムですよね。こちらはまさにブタジエンゴムですからアがまずこいつの抗体となります。よろしいでしょうか。では続きましてイですね。イはこいつはクロロプレンこいつを単量体にして負荷重合したゴムですよね。ということでこいつは クロロプレンゴムとなります今回はないですよねではウですこちらどうでしょうかここスチレンのユニットがありますよねそしてここには一チブタジエンのユニットがありますつまりこいつはスチレンブタジエンゴムとなるわけですからウがこいつの答えとなりますよろしいでしょうかでは一応エも確認しておきましょう ではこいつはここにアクリロニトリルのユニットがいますそしてここには一酸ブタジェンのユニットですねということでアクリロニトリルブタジェンゴムですねですから今回の答えではないです答えはアとウとなりますよろしいでしょうかしっかりと合成ゴムこれは負荷重合からなる合成ゴムこっちは強重合からなるゴムということで代表例頭の中に入れておきましょう さあ本日のまとめです今日は合成ゴムについて学びましたが一番大事なのはやはりこいつ13ブタジェンからブタジェンゴムができますということそしてこいつを使って他のものを強重合させるそんなものもありましたねしっかりと覚えておきましょうでは今日はお疲れ様でした。